ねえパパ、キャンプツーリングに持っていくシングルバーナーを選びたくて、どうしたらいいか教えてほしいんだけど。そうだね、キャンプ飯を作るなら手軽に火が使える器具が必要だよね。焚き火で調理したいって気持ちもあるけど、風が強い日は焚き火できないし。デイキャンプなんかでささっと使って片付けたいならやっぱりバーナーだよね。うん、夏場とか暑い季節は焚き火までしないかなって。それに最近のキャンプブームでバーナーも良さそうなのが次々と発売されてるし、集めるのも楽しいよね。1個あったら十分でしょ。おっしゃる通りです。はい、というわけで今回は予算をかけずに始められてどこでも気軽に調理ができるシングルバーナーについて説明していくね。少しだけどこの4つについてもう少し詳しく話をしていくね。うん、ありがとうパパ。でも最後のいる？とりあえずお手頃なものから性能面に優れたものまで一通り説明していくので、よかったら最後まで見ていてくださいね。やっぱりいらないよね。それじゃ早速だけど、まずは丸一番の固形燃料について。これもバーナーにカウントするんだね。うん、ポケットストーブと合わせて炊飯に使ってる人が多いんじゃないかと思うんだけど、普通に煮たり焼いたりの調理はできるからね。長所は何と言っても安いこと。100均で手に入るし、台座ごとくのポケットストーブは300円、燃料は3つ入って100円だから400円で調理が楽しめるね。ついでに100均でアルミ皿を買っておけば500円お手軽キッチンの完成。折りたためばめちゃくちゃコンパクトだし、いっそこれだけで行くのも楽しいかも。でも固形燃料って1個が20分程度燃え続けて、基本的に途中で消したりできないから、ちょっと加熱したりだとか融通の効く調理ができないのが難点だったりもするけどね。だから一般的にサブで使うものだし、煮たり焼いたりにはあまり使われないよね。それに何といっても固形燃料の進化はやっぱり炊飯なんだと思う。ポケットストーブの上にメスティンを置いて、お米1合と 220ml の水を入れて固形燃料に火をつけて、ほったらかすこと約20分、自動で美味しいご飯が炊けちゃうんだ。それならご飯は固形燃料に任せておいて、その時間におかずを作るのが良さそうだね。うん、もはや定番とも言える調理スタイルだし、固形燃料は炊飯専門で持っていくって感じがちょうどいいんじゃないかな。ポケットストーブも固形燃料もメスティンに収納できるし、お米も一緒に収納しちゃえば炊飯セットの出来上がり。家族で行くときも一人一個これがあったら自分のご飯に火をつけたり、炊き上がりまでを見てるのも楽しいね。誰が一番美味しく炊けるか勝負だとかやってみたりね。こないだの炊き込みご飯楽しかったね。パパのだけ白ご飯だったけど、ごめんね、具材足りなくなっちゃった。白飯だって外で炊いて食べると美味しいさ。それじゃあ次は丸2番のアルコールストーブについて。アルコールストーブは扱いは固形燃料に近いんだけど、途中で火を消せるし継ぎ足しもできるから自由度は高いよ。火や時間の調整ができるなら煮たり焼いたりもしやすいね。固形燃料よりも火力が強いから炊飯すると吹きこぼれがちなんだけど、実は最近いいもの買ってさ。何？イムコの自動炊飯シリンダー。なんと少ないアルコールで火加減を自動で調節して美味しいご飯が炊飯できちゃうっていうナイスなアイテムなんだ。固形燃料みたいにほったらかしでご飯が炊けるってこと？そう、だから炊飯用としても全然ありになるよね。炊く量によってアルコール量を調節すればマジでいい感じに炊けちゃうよ。それにアルコールストーブ自体悪くない火力だから、炊飯の後に蒸らし時間を活用して炒め調理するっていうスタイルもありだよね。レトルトとかは炊飯中に蓋の上で温めておけるしね。そうそう、ちなみにアルコールストーブ本体はセカンドストリートで五徳や収納袋までついたものが990円で売られていたよ。安い。五徳だけ100均のコンパクトなやつに変えちゃえば1合メスティンにも丸ごと入るしね。燃料のアルコールはエチルアルコールに限れば消毒液にもなるから緊急時の備えとしてもいいね。まあちょっと高いけど、でも燃料用のアルコールとして売られているものはメチルアルコールが一般的だから消毒には使っちゃダメだよ。なんで？摂取しすぎると失明したり死に至るほどの劇薬だからね。パパは生物科学系の出身だから、学校で先生からメチルアルコールはメチルアルコールって覚えとけって教わったもんだよ。なるほど、それなら忘れないね。ちなみにエチルアルコールはお酒と一緒だから仮に飲んだとしても害はないよ。でも食用製造品じゃないものはアルコール以外の成分が体に良くない可能性もあるからね。もし飲用に兼ねたいならスピリタスみたいなお酒がいいと思う。燃料にもなるし消毒飲用と三役こなせるからね。まな板に吹きつけて消毒なんて使い方もできるね。うん、ちなみに持ち運びは100均で300円で売られてるステンレススキットルに入れていくのがちょうどいいよ。キャンプ場に自販機さえあればストロングチューハイ量産できちゃうからね。例えば 500ml のペットボトルジュースを買ってきて、計量カップを使って 50ml 測って飲む。で今度はスピリタスを 50ml ペットボトルに戻して炭酸を刺激しない程度に優しく攪拌する。
これで 9.6% のストロングドリンクの出来上がり。半分量でやれば 4.8% のマイルドな仕上がりになるから、ほろ酔い仕立てにもできるよ。パパは 9.6% なら1本で十分かな。炊飯は15から 20ml あれば足りるし、他の調理も残ったアルコールで十分だね。じゃあ僕はスキットル2つかな。なんで？やっぱり1本はそのまま飲みたいし。ジョイ君の体どうなってるの？次に丸3番のガスバーナーについて。最も一般的なバーナーだね。要するにガスコンロと同じだから、家での調理とかなり近いね。やっぱり僕はこれが安心かな。 CB 缶っていう普通のカセットコンロと同じガスで使えるバーナーなら、コンビニでも燃料の調達ができるし、やっぱりガスの火力はなんだかんだ便利なんだよね。この CB 缶タイプ以外にも OD 缶やガソリンを気化して使うタイプもあって、 CB 缶だとつかなくなっちゃうような真冬の気温でも使えるっていう利点があるね。ただ春から秋を基本とするバイクでのキャンプの場合、 CB 缶タイプで十分だと思うよ。うん、登山みたいに標高が高いところや気温が低いところには行かないから、僕も普通ので十分かな。それじゃあ一般的なシングルガスバーナーでおすすめしたいものを少し紹介するね。はい、一覧ドン。有名国内メーカーのものからなんだけど、この3点の長所短所を見ていこうか。まずは岩谷のジュニアコンパクトバーナー、価格は4000円。家庭用カセットガスコンロで超有名な岩谷ブランドだね。長所は何といっても価格が安い。コンパクトに折りたためるし、コスパは非常にいいと言えるね。じゃあこれでいいじゃん。でも相当前からある設計だからか、短所も多いと思う。例えば？まずは組み立ての煩雑さかな。初めてだとすんなり組み立てられないから、ちょっとイライラするかも。それに足が貧弱すぎて結構不安定だし、五徳の形がマジで特殊だから、長方形のメスティンなんかは気を抜いたりひっくり返りそうなレベル。うえー。あと炎が垂直に昇るタイプだから、調理をするときは中心が焦げつきやすいんだ。パパはステンレスのフライパンで見事に中心だけ真っ黒になったよ。熱の偏りもできやすいから変形しちゃったしね。ありゃりゃ。まあバーナーパッドなんかを使えば、垂直に上がる炎はある程度分散できるし、五徳の不安定さも改善はできるんだけど、あんまり使い勝手がいいとは言えないかな。もちろんガス管を扱う上で岩谷製は安心だと思うけどね。安いから入門にはいいかもだけど、今から買うなら微妙かも。次は外のレギュレーターストーブ、 ST310 が7000円と、新型の ST340 が9000円。 ST310 は2020年に発売したモデルで、岩谷のものより設計が新しくて改善点も多いね。まず超簡単な組み立て、足を横に開くだけだからね。開いた足もかなりしっかりしてて安定性も高いよ。あと折りたたんだ時がめちゃくちゃコンパクトで、袋に収納するタイプだから積載容量が大幅に節約できるんだ。やっぱりお値段するだけあって欲しくなるな。だけど五徳が針金みたいに細いから、フック洗いが安定しないし、そのまま足までつながってるから全体が熱々になって触れなくなっちゃうから注意だね。それにやっぱり炎が直線的で焦げつきやすいのは一緒かな。うん、かなり良くはなったんだけどな。そこで新型の ST340 なんだけど、炎の出方がかなり広くなってムラが出にくくなったね。ただ中心部分に炎が出なくなったことと、やっぱり針金みたいな足ごとくが気になるところかな。それに9000円にまでなると、ちょっと勇気がいる金額だね。うん、メイドインジャパン品質で物がいいのは間違いないんだけどね。それにレギュレーターが搭載されていて火力が安定しやすいって言っても、ガスの量が増えるわけじゃないから、結局寒冷地で使えなくなるのは他のと一緒だからね。ここまでを踏まえて、最近発売したキャプテンスタックのトレッカ UF0026 を見てみてほしい。まず価格が5500円。いい感じだね。炎の出方、お、広がってるし、中心付近からも出てる。五徳、ギザギザで滑りにくいし、開閉式でいろんなサイズのクッカーが安定する。そう、かなり改善してあるんだ。これすごいね。ただ五徳部分しか折りたためないから、収納サイズが大きいことは欠点かな。極限まで荷物を小さくしたい人には向かないのかもしれないけど、岩谷のとそこまで大きくは変わらないし、使い勝手とコスパはかなり良いね。日本製造品しか買わないって人には向かないのかもしれないけど、そうじゃなければ正直これはかなりおすすめ。キャプテンスタックが1997年から OD 缶用で出してるミリオンセラーのオーリックの CB 缶バージョンだから、まあノウハウも申し分ないよね。パパは最近これを買いましたんだけど、かなり幸せになれたよ。なんでカセットコンロが2つも必要なの？いや違うんだって、岩谷のが丈夫すぎて壊れないから。言い訳しない。じゃあ僕が1つもらうね。最後に丸用パンとおならについて。これいる？いやね、音もなくサイレントスカシッペをかまして何も言わない人っているじゃん。
これが狭いエレベーターの中だったらかなりやばいよね。テロだね。実は荷物に積載したガス管からこのサイレント透かし屁が起こることがあるんだ。なんなのその例え。ガスだけに限らずアルコールみたいな液体燃料もだけど、燃料が漏れるってかなりやばい状況だよね。うん、引火しちゃったら大惨事待ったなしだもんね。だから燃料の積載にはかなり気を使わなきゃいけないよねって話。走行中に荷物が燃えちゃったらカチカチ山じゃ済まないし、最悪爆発したら大怪我大事故待ったなしだからね。だから火気類を積載するときは他の荷物で圧迫されない位置にする必要があるし、燃え広がったり爆発しないよう分散して積むのがベストだね。うん、積み方には気をつけるよ。高速道路で火事起こしちゃったらマジでやばいから。くせ。はい、というわけで今回のお話はここまでだけど、どうだった？うん、キャンプに持っていく調理用のバーナーをどうやって選べばよいか参考になったよ。やっぱりキャンプ飯って楽しみだもんね。うん、だから下調べって本当に大事。もちろん他の人の話も参考になると思うので、しっかり調べて準備してね。今回の話以外にもパパライダーのジョニーから皆さんに役立つバイクやキャンプの情報を発信する予定ですので、よろしければ今のうちにチャンネル登録をして次の動画の通知をお待ちください。今回は調理に使えるバーナーを何種類か紹介したけど、どれか一つに絞る必要はないからね。例えば固形燃料は炊飯用として持って行って、プラスでガスバーナーを持っていくとか。僕は固形燃料よりアルコールストーブとガスバーナーのセットが良いなって思ったよ。アルストなら燃料を多めに持っていけば固形燃料よりも応用の幅が広くて何かと便利だからね。やっぱりお酒と消毒っていうダブルの効果が魅力だもん。特に 96% のお酒っていいよね。ジョイ君、パパはバーナーよりなんでそんなに飲めるかの方が知りたくなってきたよ。はい、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。面白かったよとか参考になったよって方はですね、ぜひいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご飯よ。ありがとう。今日は何かな。スピリタスを使った貝のフランベ酒蒸しよ。わーい、お酒の香りがたまらないやつだね。コップの飲み物、これ何。続いてほしいと願ってるんだ。お願い。いつまでたってもこのご時世は良くなりそうな気配もないが。